監督やってますね、キャッチボールを。昨日は、昨日というかね、なかなかメイングラウンドでやってましたが、もうここでキャッチボールやってます。辻監督はいつもバスでは来ません。宿舎まで走ってきます。宿舎から走って球場まで来て、そしてこういう形でグラウンドで動いているというのが辻監督。辻監督は、1958年10月24日生まれですから、64歳です。今年64になる年なんですがね、本当に体柔らかく、いつもこういう風にランニングできたりということですがね、ぶつけるための今年のライオンズのスプリングキャンプ。ペッパーの声が大きくなりました。さあ、このペッパーのメニューなどが終わると、いよいよ投内の連携プレーが行われるという南郷スタジアムです。朝から元気な声が響いています。南郷スタジアムです。埼玉西武ライオンズの2020年のスプリングキャンプ、第2クールの最終日、4日目を今日は迎えています。第1クールは所沢スタートになりました。ただいきなりこの第2クールに入ってきて、柵越えが14発というのもありましたので、状態がよく A 班キャンプに合流しています。ちょっとボールが、まあ、セカンドはゲッツだから向こうだから向こうの動きだけだと大間違い。やっぱコースがいい。取って、こういうイメージですよ。全部横でバックポットを打ったら、そのためにいいバウンドをするんだけど、これすぐやろ。監督がやります。まあまあまあいいよ、普通に。少しこういう右足が、そこに入ってってバウンドする。バウンドしてくるから、ここにバウンドをパンと振るときは別にいいよ、はい、合わないんだよ、はい、いいバウンドはそこだって行くときにここに入ってだからこの右足をどこに置くかが大事なんだ、はい、入ってくるときだからこっちだけ集中しておく、ゴロが来たのね、はい、ゴロが来たら右足どこに着くか、はい、ここについてとこういうふうに右足どこに着くか、はい、バウンドはさっき合わせてないよ、はい、ほんと遊びやで、ほんとにそれ普段からどんな頃でも、はい、はい、はい、そこが一番大事なところだから、はい、全く無駄な動きがないですね。いいよ。はい。出たぞ。クラブ早いよ。はい。もう下に行った時にはクラブが降りれないよ。行ける。しっかりこう行ったら。こう行ったら。パッ。下に置いていく方が長い。右足がついた時にはもう下に流ったな。でもしっかりと聞いていきますね、これね、はい、分からないことは聞いていく。